早稲田大学の細井と申します。それではピッチを開始いたします。本研究は接着性に乏しい熱可塑性 CFRP を金属と強固に異種接合する研究の開発を行っております。その概要は、金属の表面にナノ構造を付与して、さらにその表面に化学修飾をすることによって、熱可塑性 CFRP と熱溶着による強固な接合を行うものです。本技術によって CFRP と金属のマルチマテリアル化により、機械構造物の軽量化を実現することができます。界面ナノ構造、表面化学処理により、軟接着の熱可塑性 CFRP を高強度かつ高人水に異種接合ができます。また、ホットプレスを用いて接合と深絞り成形を同時に実現することが可能です。研究の背景と課題について説明いたします。2050年カーボンニュートラル実現に向けて、日本の温室効果ガス排出削減目標は、2013年度実績と比較して2030年度までに約25%以上削減することを目標に掲げております。特に輸送機器分野においては、構造を軽量化して小燃費化による CO2 の排出を削減するということが可能です。そこで、軽量でかつ高強度リサイクル性に優れた熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの利用が検討されておりますけれども、材料コストが高いので、金属と併用して用いられるこのようなマルチマテリアル構造となります。そこで、金属部材と接合する箇所を設ける必要がございますけれども、従来の機械的締結では、リベットやボルトによる重量が増加してしまうこと、また接着剤による接合では、熱可塑性樹脂は化学的に不活性ですので、接着が難しいといった課題があります。そこで新たな接合技術の開発が必要不可欠となっています。こちらは従来技術の性能を比較した表になります。先行研究の文献をベースに、接着剤、超音波溶着、射出成形、レーザー溶着、機械締結と本技術を比較したものになります。本技術の特徴としましては、トレードオフ関係にある強度と人性を高い水準で両立できること。また、面接合が可能ですので、一定性が高いといったような特徴がございます。さらに、本技術の特徴といたしましては、金属表面にですね、陽極酸化処理を施すことによって、このようにポーラス構造を作成し、さらにエッチング処理によって、このような様々なナノ構造を金属表面に作成することが可能です。また、レーザー加工を併用しまして、より複雑な界面構造を制御して作成することもできます。接合界面の化学修飾については、母材樹脂の特性に合わせて界面修飾剤を選定して、ナイロン系の樹脂だけではなくて、接合の難しいピーク樹脂にも対応が可能です。このように表面処理した材料を用いて、ホットプレスによって接合成形を行います。大変形を伴うプレス成形も可能となっています。個別展覧では本日の性能とその応用についてご紹介いたします。表面処理をしない材料ではこのように接合特性を発現しないのに対して、本日の処理を行うことで接合強度と破壊人性を大幅に向上させることが可能です。私たちの研究グループでは、熱可塑性 CFRP と金属の種接合技術の開発、接合機構の解明、機械的特性評価、成形技術の向上に取り組んでいます。最近では接合特性の環境依存性や接合解明の最適化にも興味を持って取り組んでいます。カーボンニュートラルに向けて、マルチマテリアル化に伴う異種接合技術は必要不可欠です。航空機、自動車等輸送機器、部品製造メーカー様、電子機器製造メーカー様、材料メーカー様など、異種接合やその応用技術について情報交換できたらと思っております。試験のトライアルも可能ですので、ご興味がございましたら、ぜひお声掛けいただければと思います。よろしくお願いいたします。